アプライディマ・エデルバテは、カメルーン・ヤウンデ出身の元サッカー選手、元アルメニア代表。現役時代のポジションはゴールキーパー。カメルーンのヤウンデに生まれたエデルは、ピュイサンス・アベニールと FC、PWD ・クンバでプレーした後、2002年にアルメリアへと渡り、FC ・ピュニク・エレバンと契約し、7月24日に UEFA チャンピオンズリーグ2002から03予選1回戦の、 タンペレユナイテッド戦で欧州カップ戦初出場を飾る。2005年のシーズン中において、契約満了前にもかかわらず正当な理由なく、一方的に去ると、パリ・サンジェルマン FC、オリンピック・マルセイユ、FC ・イストル、FC ・ジロンダン・ボルドといった、フランスの数多くのクラブの入団テストでの失敗を経て、同僚のカール・ロンベと共に FC ・ラピド・ブカレストと契約したことで、 ピュニク側から違反による賠償金をフィファの紛争解決商工会議所である通称 DRC を通じて訴えられた。審理中にクラブを去った理由の一つに自身の帰化が余儀なくされたものだったことを訴えるも1万 5000US ドルの支払いを命じられ、さらにスポーツ仲裁裁判所への上訴によって6万 US ドルに支払いが増加した。パリ・サンジェルマン・ラピド・ブカレスト カーヘントでプレーし、放出された後、2007年8月16日に、自由遺跡でリーグアンのパリ・サンジェルマン FC と契約をする。PSG では、ミカエル・ランドローや、ジェローム・アロンソ、グレゴリー・クーペの存在から主に控えであり、2007年11月16日のギニアとの親善試合が、トップチームでの最初の試合となっているが、負傷したロリス・アルローの代役として、 急遽フォワードを務めていた。翌2008から09シーズンのクープ・ドゥ・フランスでの a s ナンシー戦で公式初出場を飾り、以来4試合に出場。ポール・ルグエン監督体制下では出場機会に恵まれなかったが、公認のアントワーヌ・コンブアレ監督から信頼を置かれたことで、2009年11月28日にクーペ骨折した際に補強を思いとどまらせ、 12月16日に RC ランスでリーグ戦初出場を飾って以来、正ゴールキーパーを務めた。2010年1月21日の AS モナコ戦において相手のバンサン・ミューラトリのグラウンダーのクロスをつかみ、損ねたことに加え、ボールを自身の足に当てオンゴールとなった。クーペの復帰後は再び2番手として過ごす中、クーペのパフォーマンス低下によって、 序盤戦早々にとって変わったが、2010年11月29日のオリンピックリオン戦において、パントキックの蹴り損ないで、相手のバフェティンビゴミスへボールが渡り、それを決められるミスを犯すと、自身も不安定さを見せており、その後はエデル、クーペともに地位を確立するまでに至らず、交代交代だった。PSG 対談後2010から11、シーズン終了後、 契約満了に伴い対談することが予想されていたが、ロビン・レプルー会長の評価は高く、契約更新の会談が設けられることになった。しかし、PSG への残留を拒否し、ヴィンセント・エニヤマの後釜として自由契約でイスラエル・プレミアリーグのハッポエル・テルアビブ FC へ移籍した。2014年8月にインディアン・スーパーリーグのアトレティコでコルカタと契約する。 聖ゴールキーパーを務め、プレーオフ決勝でケ、ケイララブラスターズ FC を下して、初代王者に貢献し、バイチューンブティアからパフォーマンスを称賛された。アトレテコカルカタでの成功したシーズンを過ごした後、自由契約選手として、2015年1月16日に、フルスのハポエルテルアビブに復帰した。カメルーンで生まれ育ったが、16歳の時に、アルメニアへと渡り、 2002年9月に国籍を取得したことによって UEFAU-21 欧州選手権2000予選や UEFAU-19 欧州選手権2005に出場すると U-17U-19U-21 と様々な年代別代表でプレー A 代表ではベルナールカゾニ監督の下2004年2月の カザフスタン戦での初出場以来、6試合プレイし、公式戦には 2006FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選のチェコ戦とルーマニア戦に出場した。その後、アルメニア代表でのプレーを強要されたと告白し、カメルーン代表でのプレーを夢見たエデルは、FIFA に対して、代表変更の許可を求めたが、試みは失敗し、ポールルクエン監督が発表した 2010FIFA。 ワールドカップへ向けた30名のメンバー候補になお、連ねることはなかった。2010年に突如として、本名はアンブロイセベヤマであり、登録上は1986年生まれの24歳だが、人年齢は1981年生まれの29歳で、あると身分詐称疑惑が持ち上がる。フランスで法廷に持ち込まれ、元コーチで代理人のニコラ・フィリベールが承認として、 出廷し、身分差証を裏付ける証言をしており、有罪の場合には、エデルの所属するパリ・サンジェルマン FC に対して、降格や追放の罰則処分の可能性がある騒動に発展した。最終的にパスポートは、本物と証明され、無罪となり、逆にフィルベールを訴える構えだったが、裁判に2年間かかった費用が返済されるまで待つ、ことになっている。出典 出展、FC ピュニックエレバン FC ラピドブカレストパリサンジェルマン FC ハポエル、テルアビブ FC アトレティコ、コルカタチェンナイン。ありがとうございます。